こんにちは、こんばんは、みつでございます。今回は警察にお世話になった話、まあちょっとなんていうのかな、皆さんにも参考になるような部分もあるかなと思って、話していきたいと思います。他にもね、社会問題とか検証に当選しましたとか、いろんなテーマで話していくんですけども、チャンネルの再生リストっていうところに分かりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。あとこのチャンネルはですね、あ、みっちゃんのいろんな話面白いなーとか、なんかしながらラジオみたいに聞けちゃうなーとか、そういう風にね言ってもらえるようなチャンネルを目指しておりますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあね、話していくんですけども、まあなかなかちょっとね、忙しくてですね、話す時間が取れなかったんですけども、まあ僕の場合ね、忙しいことと儲かってることっていうのが全くね、比例しない、まあそういう立場なんでね、ただ忙しいだけということがほとんどなんですけどもね。で、ちょっとまあ警察のお世話になった話っていうことで、僕結構警察のお世話になってることがまあ、多いんですよ。まあ例えば交通事故で何回もぶつけられたりとかね。まあ交通事故系が一番多いんですけども、今回はちょっと変わった話なんで、ちょっと話していきたいんですけどもね。これちょっと、ホワイトボードとかなくて、これに書いちゃってて申し訳ないんですけども、これは、ちょっととある公的な施設です。で、ここがね、ちょっとこんな感じになってますけども、こっちにちょっと行けますと。ここがまあ僕が、その出来事が起こったスペースなんですけども、こっちにも建物があってね、この警察にお世話になった話とかの方にもガーってあって、ここ行けるんですよ。でもですね、ある程度遅い時間になっちゃうと、ここが閉まっちゃってね、こっからは入れるんだけど、ここね、まあ、トイレ借りたいなとかね、なんかジュース飲みたいなとかは行けるんですけども、こっちには行けなくなっちゃうということなんですよ。で、僕がね、この事件に遭遇した、まあ事件と言っていいのかどうかわかんないんですけども、夜の、ね、8時前ぐらいですね、に遭遇したんですよ。で、どういうことがあったかっていうと、僕ね、まあ、ここの、自販機で、コーヒーを買ってたんですね。まあ、ココアだったかな、コーヒーだったかな。それで、ここで買ってね、ここに座って飲んでたんですよ。で、ちょっとね、パソコンいじったりとか、スマホいじったりとかね。まあ、そういう感じでやってたんですね。で、ちょっともう一杯飲みたいなと思って、もう一回行ったんですよ。いろいろ作業してたんでね。そしたら、なんかブツ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 ってね、独り言が聞こえたんですよ。僕もね、なんかもっと若い頃はね、いや、独り言言ってる人ってなんかちょっとやばい人じゃないかって思ってたんですけどもね。まあ自分もなんかちょっと歩きながら独り言言ってたりとかね、普通に生活してて、独り言言ってたりするんで、まあ僕もちょっと歳なのかなとかって思ってたりもするんですけども、まあここでね、2回目のジュースを買おうと思ったら、コーヒー買おうと思ったら、独り言がしたと。どこで人いると思ってね。でも、誰もいないんですよ。そしたら、これね、ちょっと分かりにくいと思うんですけども、これちょっとパーテンションになっててね、この影に、こういう長いね、椅子があったんですよ。これ机と、まあ椅子ですね。これが机と椅子。そしたらね、ここに体育座りをしてる、おじいさんがね、独り言を言って、ブツ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 言ってたんですよ。だからまあまさにこの状態ですよね。この状態で、こう、まあ、こうかな。こういうような感じでこう座ってね、ブツ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 って言ってたんですよ。と思って、あ、いたんだと思ってね。でね、まあそれが、まあ3月入ってからかな。寒かったんですよ。雪がすごく降ってて夜でね。もう結構吹雪いてたんですよ。この外がね。で、どんな格好してたかっていうと、もうジャージですね。下はちょっとジャージとは違ったけども、いわゆるこうジャージの上下みたいな軽装なんですよ。まあ春だったらいいかもしれないですね。5月の連休とかね。まあだったらいいと思うんですけども、いやいやいや、寒いでしょ、おじいさん、というふうにね、思って見てたんですけども、まあちょっと明らかにブツブツブツって言って、ちょっと様子がおかしいと。そしたらね、その人が、立ち上がってね、この、まあ僕はこの辺いるんですけども、この僕の後ろを通って、まあこれもパーテンションなんですよ、ここね。だからちょっと高さがあるんですけども、これをぐるーっと行って、で、まあこのパーテンションのね、
こっちの方かな、まあ、左右とかにこういろんななんか地域の情報が貼ってあったりとかね、こうチラシが入れてあったりとか、こっち側だとポスターが貼ってあったりとかね。で、こう言ってね、で、ちょっとまあ、書いてなかったですけども、ここにもね、ちょっとこう、ちょっと椅子みたいなのがこう、あるんですよ。ここね、ちょっと汚くなっちゃって申し訳ないんですけど、で、こうぐるーっと回って、で、ここに座ってね、ちょっとブツブツブツって言ったりとか、で、またぐーっと戻ってきて、ここに座ってね、またブツブツブツと言ってると。で、ちょっとね、明らかに様子がおかしいんですよ。で、僕もね、このまあ、そのおじいさんがぐるぐるぐるって、動いてますから、そこをじーっと観察してたんですよ。でもね、ちょっとこれは普通の様子じゃないなと思ったんで、ちょっと震えてるんですよ、こう歩きながらこんな感じでね。まあ、ここまで極端じゃないけど、微妙に震えてる体が。で、独り言を言ってて、明らかにその正常な状態じゃないなって思ったんで、まあ認知症とかね、まあ認知症プラスパーキンソン病とか、まああとはその精神的な何かとかね。まあそういうふうに思って、ちょっとね、話しかけようかなと思ったんですよ。大丈夫ですかと、なんか体調悪いんですかと、外寒いですよというふうにね、言おうかなと思ったんですけども、まあちょっとね、その話しかけると、逆になんかちょっと逆上されるかもというふうに思ったんですね。で、まあ、ちょっと僕もまあここで作業はしてたんですけども、こっちにね、いて買って、と思って、まあ、いたんです。そしたらそのおじいさんがね、トコトコトコって行って、これちょっとまあ見やすくなってますけども、ちょっとこう入っていって、男子トイレと女子トイレと、こう、行く感じなんでね。少し奥まってるんですよ。これだと分かりやすくこういう風に書いたんですけども。で、この方がトイレの方に行ったんですよ。でね、女子トイレの方行ったらやばいじゃないですか。で、その方が女子トイレに、行って、女性の方が入ってキャーなんてなったらね、それこそ通報されちゃいますから、大丈夫かなと思って僕はついてったんですよ。でも女子トイレに僕入るわけにいかないから、まあ男子トイレの方に行ったら、僕が入ったらすぐその方が出てきてまたここに戻ったんですよ。これね、ちょっとこれほっとくとやばいなと思って、一回ここから出てね、警察に通報して、それで、警察に来てもらったと。この施設からね、警察っていうのは結構近かったんですよ。でもまあ20分ぐらいかかりましたかね。でまあ、ここのね、外で僕待っていて、そしたらまあ警察が来てね、まあ、その間はちょっと中でこう観察、まあでも、外からかな、もう見えなくなったんで、ここでちょっと立ってたりね。で、警察が来て、こう入っていったと。でね、まあ僕はここに座ってたんですよ。で、警察の方がね、まあ二人来て、こっち側とね、こっち側から一人、まあこっち側から一人ね、行きました。ということで、こんばんは、と。お父さん、ちょっと、我々ね、ちょっと巡回してますと。ちょっと、外も寒いし、お話、聞かせてもらえますかというふうに言ったんですけどもね。そのおじいさんは、一方的に、わわわわわって話してね。全然、会話が成立してないんですよ。で、警察官の方も困って、我々の話をね、聞いてもらえますかと興奮しないでって感じで言ったんですけども、もうダメで。で、僕もね、ちょっと心配だったんで、これ20分ぐらいここに座ってね、やりとりを聞いていたんですよ。で、そのやりとりを聞いて、あ、これ通報してよかったなと。これほっといたら多分大変なことになってたな、というふうに思ったんですけどね。で、まあ20分ぐらい座ってたら、一人の警察官の方がこうトコトコってきてね、みっちゃんさん、もう大丈夫です、ということで、僕のね、名前と、連絡先、あと、まあ、仕事のこととかですね。まあ、あと、まあ、状況とかね。いうことで言って、まあ、僕もちょっとずっとやりとりを聞いてたんで、認知症なんですかねというふうに、聞いたんですけども、いやー、ちょっとお話聞いてみないとわかりません。ということで、僕も、その場は、立ち去ったと。で、ただね、僕ちょっと、ここに寄る前に、またちょっと別の施設にも寄っててね。そこでちょっと傘を忘れてたんですよ。で、まあ、ここから立ち去ってね、
で、駐車場にこう警察官のパトカーが止まってて、でちょっと僕傘取りに行って、またこう戻ったんですね。でここの施設をちょっと通ったら、まだやっぱパトカー止まってたんですよ。まあそうだな、25分とか経ってたかな。だからやっぱりこれ相当困ってるんだろうなと思ってね。でまた別のところに行く用事があったんで、さすがにその後はもう帰ったというか、こっからは離れたんですけどね。でまあ通常は例えば僕煽り運転でね、すごいトラブルになってる人とかも通報したことがあるんですよ。でもその翌日にね、事件って大丈夫でしたかってわざわざ電話するっていうことはなかったんですけども、今回はこのおじいさんの件でね、これ明らかにちょっと危ないなっていうふうに僕が判断したケースだったんで、警察に電話したんですよ、次の日ね。昨日の何時頃、通報したものですと、こういう状況だったんで心配なんてね、通常はそんな翌日にね、どうでしたかなんて電話しないんだけど、ちょっと心配だったんで、電話しましたと言ったら、じゃあちょっと確認しますっていうことで折り返し、電話をくれたんですけども、やっぱり個人情報だから、ね、この認知症だとか、その精神的ななんかとかね、そういうことはお伝えできないけれども、無事ね、その日、ご自宅にお届けすることができましたと。ありがとうございますと。で、まあ僕としたらね、やっぱ明らかにおかしかったから、これ通報してよかったんですかねと。なんか余計なね、ただ酔っ払ってただけとか、余計なお世話だったら申し訳ないかなと思って電話したんですって言ったら、いや、大変助かりました。通報してくれたおかげでね、迅速に解決できたので、またこういうことがあったら、警察の方にね、言ってくださいと。様子がおかしい方とかね、倒れてる方とかがいたら、教えてくださいと。そういうことで、僕のこの、なんていうのかな、観察力というかね、それが、合っていたというような話でございました。まあ、なかなかね、この、声をかけないで、判断するっていうのもね、難しいんですけども、まあ、おそらくね、やっぱりその僕の、見立て通りのある程度ことだったのかな、というね、ように僕は思っております。まあ、これからもね、まあ、この件でだいぶ時間はちょっとかかったんですけども、こういう、まあ、困ってる方がいたりとかね、そういうことがあれば、積極的に、まあ、できる範囲で、関わっていこうかなと思っております。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。まあ、なかなかね、通報のタイミング難しいですけども、よかったら参考にしてください。バイバーイ。